いつか慣れるから。勝手にしてくれ。いや、今回は本当に切れた。別にね、その人間に会ったからって言って怒ることも何もないよ。わかる？その人間に会ってね、実際会って話ができたりとかすれば、全然怒りもしない。結果こういう風に会えないから頭に来るだけだよ。なんなんて、俺勝手に一人でね、動き回って、その通りにして、動き回って、結局何もありませんでした。何もね、その人の相談聞くことも、会うこともできませんでした。あいちゃんちゃん、何だったの俺の時間って。この5時間何だったのって話よ。わかんないんだよ、きっと。わからんの。もう俺はそういう人間とは、そういう人間たちね。そういう人間たちとは距離を置く。申し訳ないけど。別にね、縁を切るってわけでも何でもないし、ね、距離を置きます。俺がね、甘やかしすぎなんだよ、甘やかしすぎ。いろんな人間に対して。甘やかしすぎなんです。いい言葉で言えば俺がいい人間だから。悪いことで言えば何でも俺がね、叶えてやるから。何でも応じてくれるからだろ。まあその弱みにつけ込まれたんじゃねえな。太郎いらっしゃい。俺みんなにさ、まあさ、2020年の終わり、2019年の終わり、言ってきてんじゃん。誰も見放さないよって、俺は。誰一人見放すつもりがないよ。リスナーも。な、付き合ってる人がいるならば付き合ってる彼女も誰も見放さない。これは俺はずっとね、42年間生きてきて、ずっとやってきたこと、誰もね、どんなに裏切ろう何しようか俺は見放さなかった。ずっとそうやって生きてきたんだ。ポンチューだろうがよ、な、ポンチューで薬やってる人間だろうが、俺がやってなくても薬やってる人間だろうが、悪さしようが何しようが、な、人を裏切ってこようが何しようが、絶対見放さなかった。絶対更生してもらえると思ったし、いい方向になってくれると思ってるし、幸せになってくれると思ってるから。ただ、何でもやってあげればいいなってことじゃないと思った。距離を置くのも必要だなと思ったね。SOS をしても、俺がね、別に助けなくたって他が助けるだろうから。もう自分だけの負担は嫌だ。はい、加速ブロック、お疲れさん。別に誰のことでもないよ。今回のことだけに限ったことじゃない。いろんな人間だ、今まで。2019年いろんなことがあったけど、いろんな人間のことについてだ。カズッチいらっしゃい。
別にね、それに対して俺は暴露話とか、ね、やり返す、やられたりやり返すもしないよ。安心しろ。俺は俺の中で心の中しまっとくし、永久に出すこともないよ。このネット上でも、プライベートも出すつもりがない。くだらん。チャウズいらっしゃい。カズいらっしゃいね。まあ、喉も少し良くなってきたしね。咳も少なくなってきたし。ショックだね、でもね。人の心をね、踏みにじるじゃないけど。麦いらっしゃい。俺いろんな人間にさ、相談とかさ、まあここだけの話だ。いろんな人間、リスナーさんも含めてさ、いろんな人間に相談、SOS、そういうものをさ、自分が感じてね、俺は絶対に見放さないつもりだし、協力していこうと思ってた。でもそれを簡単にね、裏切るような奴が何人もいる。もう懲りたね。懲りた。馬鹿らしい。はい、グロマニアブロック。俺何事も真剣にしかできないんだよ。何事も真剣にしかできないの。真正面からぶつかることしかできないんだよ、俺には。はい、木戸くんもブロック。俺はリスナー大使もそうだけど、もう躊躇しないから。はい、わらわらもブロック。まあ俺みたいなお人よしはね、俺みたいなお人よしはな、利用されてなんぼなんだろうな。まあそれが十分わかりましたよ。今何時？ 22 時38分。今日12時までだから、12時ぐらいになったら帰るわ。昨日多分ね、12時ぐらいにね、ホテル入ってんだよ。で、4時ぐらいまでいたんだよね。信用、別に信用なんかいらないね。信用、信頼なんかいらねえよ。一切いらねえ。信用なんていうのは、信用信頼っていうのは、相手があくまで俺のことを信用信頼してくれた時にできるもんだと俺は思ってるから。なぜかというと、俺は基本的に相手のことを、信用信頼してるから、皆さんに対してもだ。まあみんなとのね、関係については会ったことも見たこともないから、信用信頼関係というのを築くのは、時間がかかるとは思ってるけど、実際リアルで会ったことある人間に対しては、俺は信用信頼 してるよ、うん。でもね、それも何度も何度も裏切られてくれれば、俺だってもういいやってなるよ、うん。ただ見捨てはしない、うん。見捨てはしないよ。俺の気持ちが分かってくれればなと思ってる、俺は。みんなに対してもそうだし、な、今まで付き合ってきた彼女に対してもそうだし、友達に対してもそうだけど。消えろ、美少年。
いや、今日ね、今まででね、一番ショックかもしれない。すごく昨日の夕方ぐらいまではうるせえ消えろてめえ、ビタル北の美少年ブロック入れんぞてめえ、てめえの大事な話なんて俺に大事な話じゃねえわバカ、信じされてボケ、お前が大事な話っていうのは俺の大事な話じゃねえわ、てめえとの人間関係なんかねえだろバカが、あい北の美少年ブロックこれは容赦しねえから、ブロック、もう人間の感情を失ったよ俺は。別にさ、俺が何かをやってあげたとかさ、物をあげたとかさ、そういうものに関して別にね、俺は恩着せがましくは何も思ってないよ、思ってないけどな、それに対して普通に接してくれればいいだけ、裏切られたりとか適当な対応されたりとかすれば俺だってムカつくわ。はい、デスニックブロック、お疲れさん。大宮、まあね、あのね、さっきまでなんだっけ、どこ行ってたんだっけ、俺。あ、海もブロック。さっきまで小賀にいたんだよ、小賀にいて、小賀市な、うん、な、栃木だかどこかわかんないけど、栃木にいて、そっから、違う、最初、群馬にいて、栃木にいるからって言って、栃木に移動して、栃木に、茨城か。茨城にいて、で、茨城にそこにいるからって言うから、そこまで行ったら、住所教えてもらって行ったら、いなかったんだよ。それ場所が違ったんだよ、場所が。で、その場所が離れてんのが、そこから1時間半の場所なんだよ、タクシーで行くと。1時間半って言うと、だいたい1万5千円くらいかかるんだな。1万4、5千円かかるんだよ、タクシーで。出せるわけねえだろ。出せる。皆さん、向かってる途中でその場所にいますよって言われてるから、その場所に行きます。行ったら違う場所ですね、違う、最寄りの駅はこの駅だって言われて1時間半かけて行けますか。行けるわけねえだろ。俺は車持ってるわけじゃねえんだからさ。